回はハートの形の布小物を作っていきます。型はお家の中にね、ハート型のカンカンとかね、そういうものがあればそういうもので、何センチの何センチって構わないので、自分が作りたいサイズのものを見つけて本の中で探して、ハート型があればそういうもの、もし絵が上手で手書きができる人はパッと書いてハート型のものを書いていただけたらいいと思います。で、今回はハート型なんですけれども、練習にハート型が見つけられなかったら、例えば四角であるとか丸であるとか、お家の中にありますよね、四角は書いてもいいですので、このようなものを用意してみてください。すべて同じことです。今日はハートを選んだのは直線っぽいところもあるし、カーブっぽいところもあるので、これを練習するのにとてもいい形なので、こちらを選びました。写すものはレポート用紙などでも構いません。透けて見えるものであれば構わないので用意してください。よくね、本とかにはトレーシングペーパーといって、このようにね、ちゃんと透けて見えるようなもの、専門にこのようなトレーシングペーパーで写し取りましょう、ハトロン紙とかっていうものがあるんですけれども、お家の中で持っている用紙の中でこの型紙が写せるようなものであれば何でも構いませんので用意してください。布としては柔らかい布がおすすめです。張り感のあるものね、デニムとか、それから麻とか、最初のうちは難しいです。今日は手縫いでやりますので、針が進みやすいもの、例えばニット生地であるとか、それからガーゼ生地、そういうものが向いています。柔らかい生地がいいということです。道具に関しては茶香ペン、ペンの方がいいですね。持ってらっしゃらない方は、今回は小物なので色鉛筆であるとか鉛筆、それを薄くなぞるっていうのも大丈夫です。それから裁ちバサミ、ちょっとちっちゃめなんですけれども、この裁ちバサミです、布を切るタイプですね。それから工作用のハサミ、それから糸切りバサミ、ちょっと3種類ね、揃えてね、どうなんだろうって思いがちなんですけれども、裁ちバサミとそれから糸切りバサミは兼用していただいていいんですけれども、紙を切る工作バサミと布を切るハサミは別々にしましょう。布を切るときに切れなくなります。針は手持ちの針で構いません。長いものであっても短いものであっても、これね、ちょっとやるのにそれをわざわざ買ってくる必要はありません。同様に手縫い用の糸っていうのはあります。これは手縫い用の糸です。そしてこちらもそうです。種類は違いますけれども、こちらも手縫いのタイプの糸です。キルティング用であったりとか、手縫い用であったりとか、種類は違うんですけれども、これは糸です。もし手縫い用がない場合は作れないのって思わずに、もしミシン用の針を持ってらっしゃったら、こちらでも構いませんので、小物に使うときには、針もあるもので、糸もあるものを使うようにしてください。それが手芸を長く続ける上でとても良いことになりますので、小物を作るときはこういうふうに考えてください。もちろん手縫い用の針、手縫い用の糸揃っているのであればそれがベストです。そして最後に詰め物をしますので、手芸用の綿、こちらは手芸用の綿になります。中に詰めたりするときにね、使うものなんです。こういうものを用意してください。これから型紙を写し取っていきます。このままするとずれてしまいますね。写してる時にずれて、あーっていうことがよくあります。マスキングテープやテープを持ってる場合、こちらを使うと非常に便利です。まずは5センチは長いですね。3センチぐらい出してもらって、こちらをね、丸めます。マスキングテープの場合はこのままでいいんですけれども、セロハンテープの場合は粘着力が強いので、ちょっとこの辺りでね、布の辺りで粘着力を弱めてください。そしてこの間にここにね、挟みます。そうするともう動かないので写しやすくなります。こうやっておいて、色鉛筆とかでこういう風に写し取ってください。もし色鉛筆とか鉛筆がガキガキガキってなってしまうよって、心配だよっていう方は、このようなペンでも構いません。それから私今ちょっとね、写りやすいようにちょっと震えてしまって、中の方にね入ってしまったり、この直線のところをねなぞれなかったりしてるんですね。手縫いの場合はここをきちっとやろうと思って神経質になっても、縫うときにどうしてもシワが寄ってくるような感じになってきます。ここはある程度で構いませんので、外に出ても中にはみ出しても構わないので、
そこは神経質にならないで写し取るっていうことに重きを置いてください。ハートの形になってれば OK です。こんな感じですね。かけたら先ほどのテープをそっと外しましょう。このようにね、外れてきます。そしてこちらを切っていきます。テープは外しておきましょう。工作用のハサミで切っていきます。切っていくとこのような形になります。この薄手のシーチングを用意しました。こちらにハートを置きます。チャコペンを使ってこちらに書いていきます。その時も先ほどのマスキングテープがありましたら同じように中央に貼り付けてちゃんと書けるようにしてもらうと書きやすいです。マスキングテープを中央に貼ります。固定しておいてチャコでここに印をつけていきます。ハート型を書いていきます。このようになぞっていきます。皆さんは書きやすいような姿勢で書いてください。このようになります。ここに返し口を作ります。綿を入れるところですね。この綿を入れるところはどこでもいいんですけれども、できるだけその形の直線部分に2センチから3センチぐらい開けるようにしましょう。このカーブのあたりにね、返し口を作るといびつになってしまいますね。一番必要な、きれいに出したいところがいびつになってしまいますので、この直線を探して 2,3 センチあたりに印をつけていくようにしましょう。そして今回ちょっとやり方がね、こうなのって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、印をつけるのは裏に一箇所だけです。こちらの方にはつけていきません。小物を作るとどうしてもね、ずれやすくなります。縫い代もつけないでこのままの状態で縫っていきます。これ合わせないの？小物ですので合わせる必要がないんですね。こちら一方方向を見ながら縫っていきましょう。そしてなんと裁断は後からです。これから縫っていくんですけれども、最終的にはこのような状態になります。返し口は開いています。そして細かく縫っていくとこのような感じで縫っていきます。縫い代はこのままつけておきます。縫い代ではなく本体を縫っていくっていう形になります。2枚の布を合わせて印を気にしながらっていうことではなく、印をつけたところをそのまま手縫いでしていくっていう形になります。裏は見ないっていうことですね。裏の状態を見ずに表をこのようにチクチク縫っていくという感じになります。今この布の状態はどういうふうになってるかというと、ここは切れてても構わないんですね。2枚になってても1枚になってても構わないんですけども、印は裏の布に1箇所だけ、こちら側だけですね、つけてあるわけです。普通でしたら両方つけていきますよね。今回小物を作るときは1箇所で構わないっていうことが多いんです。なぜかというと、裏を見ながら縫っていくほど精度を上げなきゃいけないっていうものではないんですね。ちょっとずれたって構わない、可愛い形になればいい、そういうやり方なので1箇所だけつけていきます。となるとこういう風になりますね。そうして待ち針を1箇所このようにつけて、印のついてる方だけを気にしながら、こちら側は一切気にしないでチクチク一周縫っていきます。それでは縫っていきます。玉留めをして返し口のところは一回戻りましょう。返し縫いをしておきましょう。ここからは自分の針目の大きさで構いませんので、チクチク、これはね、2、3目行きたいところなんですけど、3
最初のうちは一目ずつぐらいを言ってもらうと綺麗な縫い目になります。一目いって出す、一目いって出す、こんな感じですね。そしてカーブのところはちょっと細かくしたいんですけれども、そういうとこもあまり気にしないで、最初のうちは布目が幅が開いてしまったなって思うときは返し縫い、ちょっと半分戻りましょう。半返し縫いっていうやり方なんですね。元にちょっと戻ってこのように縫い目を詰めていきましょう。それはミシンで縫うのと同じような効力を発揮しますので、わー縫い目がちょっと荒かったな、縫い目が飛びになってしまったなって思うときは半返し、少し返って縫うようにしましょう。そうすると手縫いね、上手に穴が開かずに縫えてきますので、時間のあるときはゆっくり細かくしてみよう、特にカーブの時は細かくしてみようっていうふうにしながら、何しろこれは小物ですので練習になります。完成も大事なんですけども、縫い目を2、3目いってみたらどうなるんだろうみたいな感じでやってもらうとすごく楽しいです。このようにして1周いきましょう。今は少し見えやすいように太い糸でやっています。これほど太い糸じゃなくても大丈夫です。縫い目が粗いとか気にしないでこんな風にして練習していきましょう。中に入っても構わないので、入ったなと思ったら緩やかに本線に戻っていきましょう。一番大変なカーブのところがね、終わりました。帰ってきました。最後も返して、これは表でも裏でも構わないので玉留めをして糸を切りましょう。一周帰ってきました。直線の方がやりやすいんですけれども、カーブになるとカーブがきれいに縫えるんだろうかって思いがちなんですけれども、線を一目一目なぞっていくとカーブになります。ここはカーブなんだって思うととても直線っぽくなるんですけれども、ここも直線、線をなぞっていくんだ、一目一目っていうふうに思って縫うときれいなカーブを描けるようになります。それから今からね、処理をするときに切り込みを入れていくんですね。カーブのところはカーブがきれいに出るように切り込みを入れていきます。これは洋服を作る時でもカーブの場合はね、入れていきますね。小物作りだったらバッグの底なんかが丸であったりすると入れていくんですけれども、その切り込みを入れると案外わからなくなります。ここで縫ってると非常に気にするんですけれども、そこを切り込みを入れると案外気にならなくなります。ましてや綿を入れるわけですから柔軟に対処してくれます。ここであまり気にして縫い目をほどいたりするようなことはやめましょう。案外良かったわっていう風にね、ひっくり返したらなりますので、そこを見てください。これからやっていきます。
すべて縫い終えたら裁断していきます。だいたい5ミリぐらいのところのね、縫い代を取っていただきたいんですけども、心配な場合は1センチぐらいでも構いません。1センチというとこれぐらいになります。心配な方は物差しをこういうふうにね、当てて1センチのところ印をつけて、全体印をつけていってください。5ミリでも構いません。1センチ以上になるとゴロゴロしますので、あまり1センチ以上にならないようにしましょう。このようにね、印をつけていきます。印をつけたらこちらを切っていきます。まずは持ち上げてもいいんですけれども、小さいものなので指に気をつけて切るようにしてください。そしてこのカーブのところですね、せっかく縫った縫い目を切らないように切り込みを入れていきます。カーブのところはすべて入れていきます。これは全体に入れていってください。ハートの場合は全体です。直線などの場合はね、入れなくてもいいんですけど、このハート型はカーブが多いのでこのように入れていってください。直線に入ってくると入れなくても大丈夫です。こちら縫い代がね、キワキワになっていますけれども、こちらで5ミリぐらいです。こちらで1センチぐらいです。このような感じです。あまり後で切る場合は縫い代気にしすぎると縫い代がなくなってしまいますので、適当なところでやめておきましょう。切り込みを入れてください。そしてこの返し口からひっくり返していきます。物差しや棒状のものを使ってこのようにきれいに出していきましょう。形をね、ここで作っていきましょう。ハートの形になってきました。このような形で表側に出てきました。目打ちなどでトップの方を、目打ちなどでよりよく形作るのもいいと思いますけれども、縫い目を出さないように気をつけて優しく出すようにしてください。このような形ですね。布の種類が違うもので作ってあったものですね。先ほどから出ているものなんですけど、これにも切り込みを入れてひっくり返しておきます。これはニット生地ですので伸びがあります。同じように縫ったとしても、こちらの方がふっくらと、そして縫い目気にせずに出来上がるということをお見せしたくて、もう一つ作っておきました。綿の素材シーチングなどで今日は作ったんですけど、こちらは布目がちょっと気になるような感じで縫い線出来上がりが出てきます。こちらはふわっと融通が効くというか、綺麗に形も見えてきます。綿を入れるときは少量ずつ入れましょう。このままずっと入れると形がね、入れた分だけ形になってしまいますので、ちょっとほぐして少しずつ入れていきましょう。何でもいいですので、このようにして押し込んでいきます。奥から押し込んで、あまり押し込むとここも一つの塊になってしまいますので、ふわっと入れながら解きほぐしながら、そして緩やかに入れていきます。この辺りでもちょっとこう伸ばした感じにね、するように、ほどくっていうことですかね。伸ばすというよりもほどく感じ、綿を中でほどく、
そうすると詰めながらほどきながらっていうことを繰り返すと、柔らかい感じで固まりなく入ることができます。ちょっと布目をね気にしてたりするけれど、布目を縫ってる時は気にするんですけども、こうなってしまうとね、あ、なんだかいい感じみたいな感じになりますね。ここからは自分がパンパンにしたかったらたくさん入るだけ入れて構わないですし、柔らかい感じでちょっと入ってるだけでいいんだよっていうんだったら、量は自分で加減してください。もう少し入れたかったら同じことを繰り返します。ほどいて入れていきます。先端の方にも入れて、そして全体をほぐしていきましょう。このような感じですね。そしてここで閉じていきます。最後にこちらを祀っていきます。最後は中の方に針を入れて玉留めを中側に押し込んでいきます。中に端が入っていきます。皆さんは同系色の糸で祀ってください。